こんにちは。全国1億6000万の竹中平蔵ファンの皆様、竹中平蔵の平チャンネル、現在ですねチャンネル登録1万1000人ということで、わー追い上げてきましたね。私の1万4000人とついに並んでしまいました。私がねもう何年もかけてここまで来たのに、竹中平蔵さんはたった数日でここまで来ちゃうんですね。さすが人気度が伺えます。というところで今回は竹中平蔵さんはですね、アメリカのトランプさんの例の事件に際して少しね、お話をされて、していただきましたけども、最後の方でねベーシックインカムっていうのをちらっと匂わせましたね。ちょっと気持ち悪いですね。ベーシックインカムを先導して、そして月7万で国民が暮らせというふうなことを押し付けといて、そして医療制度を崩壊させて、で自分の好きな医療を持ってきてそこに加入させようという、そういうストーリーがあるのかなっていうふうに、まあ、いろんなところでささやかれてますけども、高中平蔵さんがそういうことをやるというふうに言ったことはないですよね。ただ腹の中でそういうふうに思ってるのかもしれませんけども、今のところは分かりません。で私が思うねベーシックインカムの話ちょっとさせていただきますけども、私は理想的には今の社会保障制度を維持したまんまプラスアルファでベーシックインカムプラス5万プラス7万プラス10万っていうのには大賛成なんですよ。どうですかね。医療制度も今のまんま、生活保護制度も今のまんま、プラスアルファちょっと生活保護に関しましてはもうちょっと支給率を上げた方がいいと思うんですけども、でそんな社会保障制度が今のまんま維持されながらプラスアルファでベーシックインカム、これはダメですかね。だって財源財源って言うけども、結局あれでしょ、国債発行すればもういいわけでしょ、うん、だからこっちの予算を減らしてその分減ったやつをベーシックインカムに入れるっていうのはちょっと古い考え方なんじゃないかなと思うんですよ。だから財政均衡論とかっていうのに陥っちゃうと、どっかの予算を減らしてこっちの費用を減らしてってことになっちゃいますけども、社会保障費をそもそも減らさなくても新しい社会保障制度っていうのは設立できるわけですよね。でそういうふうな話をねこのベーシックインカムにも竹中さんもたらしてくれないかなと思うわけですよ。せっかく緊縮財政は間違いだったっていうふうに言ってくださったんで、じゃあそれとね今回のベーシックインカムを組み合わせて、じゃあ今の社会保障制度は維持しながら、もしくは改善しながらね、もうちょっと向上させながらプラスのベーシックインカムいきましょうよぐらいのことは言えないのかなと思っちゃうんですけども、でもねベーシックインカムをみだりに使って、もしかしたらね見えない反動っていうのがあるかもしれないんで、そこは私もね慎重にならざるを得ないかなと思いますんで、次回のベーシックインカムの動画でその辺をね解説してくれることを私も願っております。皆さんベーシックインカムについて賛成ですか反対ですか、どんなベーシックインカムだったら賛成でしょうか。さあ次回の動画も楽しみですね。じゃあ今回の元ネタは下の方にね概要欄に貼っておきますんで、そちらからご覧ください。ありがとうございました。